スタームルガーシングルシックスはアメリカのスタームルガー社が開発した回転式拳銃。1953年に発売されたスタームルガー社発のリボルバーで22口径の 22LR 弾もしくは 22WMR 弾を使用する。コルトサーをベースとして開発されたためフレームはシリンダーと一体成型のソリッドフレームを持ち作動方式は シングルアクションオンリーである。また、さあと異なり、再装填の際にハンマーをハーフコックせず、ローディングゲートを開けるだけで、シリンダーがフリー回転するローディングゲートメカニズムを採用している。この初期モデルは、ハンマーのファイアリングピンがプライマーに接しており、銃本体を落とす通して、ハンマーに強い打撃が加わると不要意に、撃発してしまう危険性があった。 インターナルセーフティとして、スターブルガー社のトランスファーバーメカニズムを組み込み、安全性を向上させたモデル。スチール製のボディの材質をステンレス製に変更したモデル。相談数が6発から10発に増加され、グリップ形状が中央が細いガンファイターグリップに、そしてフロントサイトが修行アクリルタイプに変更されたモデル。フルポリッシュフィニッシュの表面に加え、 357マグナム弾及び45ロングコルト弾を使用する対抗系モデル。ありがとうございます。